Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon. Let's get ready to listen. Well now. The Peace Street TV. We will start soon.
はい、始まりましたね。はい、第39回、はい、ピースト TV 今日も始まります。よろしくお願いします。ということで、なんか今日ちょっと僕真面目な感じで、あのね、ゲロコさんスーツにもピーストのこれつけたらいいんですよ。ほんまやね、これね、忘れてきてもいいように。忘れてきてもね、そうそう、背中にもね、うん、今日もう仕事から直行なんで、うん、なんか今日奥闇行ったような感じの、奥闇奥闇ではないんですけど、あの仕事帰りなんでそのままスーツでございます、うん、はい、ということでね、今日もまあ、あの始まりましたね。はい、後ろが今日はちょっとにぎやかな感じかな、うん、そうですね、ですね、はい、まあちょっと画面はまあ黒っぽい感じでございます。黒っぽい感じ。赤っぽい感じ。赤っぽい感じの方がいらっしゃってね。はい、という形でこんな感じで今日はスタジオからね、はい、お送りしていきたいと思います。はい。ということで、4月1日にね、ちょっとあの出版して、あのだいぶ本が売れてる、チャコリア三つ子です。あのゲロッパでございます。直木賞を取ったという。そうですね。はい。あら、もう早いな。そう。はい、指3本、ハイパーカメラマンの小田蔵です。スマイルアゲーン。はい、人生初の花粉症に悩んでおります。ハイパーデザイナーのチャミです。よろしくお願いします。イエーイ。今日もですね、ワンちゃんと戯れるお仕事やってまいりました。なんか似合わないの俺。今日もあなたのハートにチェックイン、ハイパー営業マンのいっちゃんです。似合わない。似合わない。ワンコと戯れる。キャラが固定してない感じじゃない、毎日ね。でもね、いっちゃんさんみたいな、うん、まあ、うん、今の状態、うん、サングラスかけて、うん、まあちょっと怖そうじゃないですか、うん、がもう意味デレデレのシーンで、うん、なるほどね、もうデレデレですよ。ギャップ、かわいい、もうそんな感じ、そんな感じ、俗に言うギャップ萌えっていうやつね。そうそうそう、よくあの少女漫画のパターンとかであるやつ、ちょっとあのいかつい不良が実は犬に優しかったとか、そうそうそう、狙ってますな。僕前世犬ですから、僕前世犬です、前世犬ですからね。もうね、仕事中とかももう歩道とかでもう寝転んで、もう犬に、リアルムツゴロウさんみたいな感じで、そこまでやる。そんな目撃情報をお待ちしております。ね、うん、ということで、まあ今日もお送りしていきますがね。はい。はい、ということですかね。で、先週はね、あのピーストナイト、うん、で、うん、ディーバさんから盛り上がりましたね。盛り上がりましたね。うんうんうん、やっぱりあのまあお酒も飲みながらもやるしね、うん。会場が違うとやっぱり盛り上がりますから。そうですね。そうそうそう、うん。いっぱい人もいましたしね、うん、後ろね。だいぶまああの賑やかな感じでね。うん、あの前回お送りしました。うん、で、ね、まあちょっと報告しておきましょうかね。あのブログの方では報告してたんですけども、うん、チャリティーのですね、うん、まああの入場のですね、入場料というか皆さんのあの会費というか、うんうん、がの一部もチャリティーとして基金していただいて、で前回あのピースト TV の、 あの視聴者数ね、はい、うんうん、同時視聴者数かける100円をピースト TV からあの寄付しますと、うんうん、こういうことで、まあ、あのドキドキしながらだったんですけど、結局、うん、まあ、58名かな、うんうんうん、だったんで、まあ、本来5800円ということだったんですけども、うん、一応1万円を寄
ューさせていただきました。あれ誰か孫さんに RT しとったでしょ。本当に、あ、ほんまに、本当に本当に本当に、孫さん取り上げられんで孫さんまあ100億ですから ね、すごいね、ね、すごいですね。まあ、あと、まあ、ディーバさんから、入場料の分で1万8000円ですね、うんうんうん、あとチャリティーオークション、うん、まあ、あの大人気でだったんですよ。まあ、来てない方は実は、まあ、放送であれやってないんで、うん、あの実はあの、ね、うん、あの写真だけちょっと出したりしてるんですけど、うん、ナッチさん の、 あのチャビンパンがね、うん、もう大好評で飛ぶように見えましたね、はい、うん、キャー、見ました、ね、うわ私もとかっていうね、そう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 、なんでしょうね。でもね、僕食べるところぜひアップしてくれって言ったら誰もアップしてないですね、うんうん、そういやね、かじりましたっていうツイートあったけどね。そう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 。あ、僕舐めました。あ、舐めました。僕は買えんかったですもんね。買えんかった。買えんかった。ね、遠慮してやっぱりね。まあぜひダチさんもう一回ぜひ作ってください。うん、であれがね全部で合計23,900円。すごい。ね、うん、で、あとその後二次会で行ったですね、反省会の二次会で行った品川さんがまた、うん、品川って何残っちゃいます。残っちゃいます。ちょっとね、あのあれ見えますかね。あの画面の絵にレムさん変わりますか。ちょっとすいません、これちょっとブログの方でご報告してたんですけど、うん、あの30万円貯まる貯金箱にですね、うんうんうん、品川さん韓国高級韓国料理屋さんの品川さんからですね、うんうん、また寄付していただいて、そうやったんですね。であの家で鍵で開けてこれ、うん、結局全部集まったやつを私写真撮って、うん、皆さんこれ寄付しますよということで、合計がね 57,678円、うんうんうん、ね、前回の放送で集まりました、うんうん、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。で、これはですね、一応ですね 58,000円、300いくらちょっとプラスしてですね、うん、5万8000円を、寄付いたしましてね、うん、で合計あの実はピストチャレンジで10万円当初目標してたんですけど、うん、ちょうど10万円、うん、ぴったり10万円になりましたよ。なってましたね、ぴったり。なぜかね、別に測ってたわけならいいんですけど、はい、になりました。まあ菜の花さんでもね、うん、あのチャリティーイベントしていただいたりとか、まあ皆さんも、サイトの方から募金していただいたりしながらですね、うん、ということでまあ10万円になったんですけども、うん、一応ですね、まあ引き続きですね、チャリティーの方はまだ、募金の方をきちんとやっていきたいと思いますので、うんうん、お願いいたします。どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。あれね、あれ、うん、ナッツさんあの時に1500円セット、うん、そう、うん、あれ 3名にやったでしょ、うんうんうん、あれがもうスパンと売れて、うん、その売り上げも全部4500円またチャリティーに、うん、おー、また基金していただけるんで、ありがとうございます。ありがたい話です。ありがたい、うん、ありがたいね。まあ、ただ寄付するっていうのもやっぱりあれですから、うん、まあ、飲食店の皆様ね、うん、ぜひこうイベントをしてそれを寄付するとかですね、うん、まあ、僕らもなんか楽しいことやって、うん、で、その中からまあ少しずつ出していくとかね、うん、みんなも楽しくて、でなおかつまあその基金に寄付にもできるというようなイベントとか、うん、まあ、そういう形で活性化するようなものを我々いろいろ検討していきたいと思います、うん、そうですね、はい、うん、お願いいたします。はい、ということでご報告でございました。ありがとうございました。はい、まあ世の中はやっぱチャリティーとかね、うん、寄付とかね、まあ、あと、うん、原発とか、うん、相変わらず大変でございますが、うんうん、ね、その他は何かあったかな、今日話しとかないか、報告しとかないかのこと特になかったか。まあ4月に入りましたね、うんうん、とうとうね、うん、ね、今年のエイプリルフールはなかなか嘘をつくのもいろいろ皆さん気遣いながら、あなるほど ね、うん、自粛ムードもありのないのなんですけど、何かやりました、エイプリルフール、嘘つきました。今年はやってないな1日忙しそうでしたね、新事業の開始で。そう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 、もう全然最近つぶやけなくて、ね、でもエイプリルフールといえばいつ頃やったかな、もう20年ぐらい前に、ちょっとやったろうと思って、でうちの袋がね自転車取られたんですよ、その頃に、で自転車取られたって毎日寄ったんで、うん、これ使ったろうと思って、うん、でよそから電話かけて、うん、東警察署ですけど、言ったら普通気づくと思うじゃないですか、うん、あ、はいとか言ってマジ警察からの電話ちょっと見るんで、お宅自転車なくなってないですか、うん、あ、なくなってます、うん、ちょうど防犯登録でちょっと出てきたんで、うん、って言ったら、ありがとうございますって、うん、もう言えんじゃないですかで逆俺で途中からもうこれダメだ思って、うん、あ俺
逆俺俺それいいんじゃないですか、それぐらいの ね感じで、それで買ってあげたんですか。いや買ってない買ってない。ひどいねそれ。そこは買ってあげましょう。そこは買ってあげなきゃ。あんまり心温まってない。そうそうそう。玄関見てっていうね、うんうんうん、じゃあんだったら。そうそうそう、あったらよかったね。ああそうか、そう、あの見つかったんで今から持ってきますまで騙しといて買って持ってってあげるこれはどうした新しいみたいな。そうそうそう。ちゃびっと考えたらよかったな。なるほどね。なかなかね、だからいつもだとね、うん、おちゃらけったところがちょっと地味に今年はね、うん、いろいろやってましたね。自粛ムードね、しょうがないよ ね、うん、まあしょうがないっちゃしょうがないでしょうけどね、うん、TL 上は何かあったんですか、誰かきあの小技の効いた小ネタの効いた人は。TL 上は聞いたことないね。あんまりなかったですね、うん、みんな、うんうん、楽しんでなかったのかな。俺も夜中の3時ぐらいにね、寝なくてね、あれ31日に、うん、まあ、日が変わって、うん、暇やなと思って、まあ、次の日仕事だったんですけど、うん、まあええかと思ってね、うん、ちょっとあの写真を見てたらなんかやりたくなって、一応あの出版記念のちょっとした、うん、あのパロディを作ったんですけど、うんうん、あれね、うんうんうん、あの簿記不全のですね、うん、ED ね、 ED ね、その方が嫌だよな、言い方としてET にかけたんですか。いや、違うんですか。かけたつもりではあったんですけど。なるほど、ね、まあ、まあこういうご時世ですけど皆さん楽しんでいきましょう。ということで、TL の方もあれですかね、来てますかね、はい、いろいろ金のエンゼルが出たと嘘つきました。ああ、それ僕もやったけど、ああ誕生日ありがとうございます。もうね、今日フェイスブックでもさ、ストレートヘアになったと嘘をつきました。それなんなんそれ。それは誰に向けてつくの？そのなんか面白いな。しかも双眼鏡とくんですか。うん、それはなかなか高校生でしょ。なるほど。ね、面白いな。うん、面白い、いいですね。金のエンゼルが出たのね。嘘いっぱいつきましたっていうのはなんか北村健さん。健さん。いっぱい嘘なんですね。なるほどね。アバさんが大きくなりました。ワグリアンさん、自宅で初見です。あ、そう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 、はい、なんか光がね、あ、光が開通した、開通した、開通機能。違うの、また反応する。早いね、ほんと増えていってますね。アバ、うん、さん大きくなる。アバさん今日休みなんですよ。そうですね、なんかくしゃみが止まらなくなったらしくて。家で多分くしゃみいっぱいしてますよ。マジっすか。そうそう、アバさん大きくなったって、うん、大きくなりました。確かに、またアバルさんのちょっと影武者が今日今影武者って言いました。いやいや、影武者、影武者、同じカズデさん今日来ていただいてますね。はい、なんかアバルさんがおらん時はカズデさんがなんか入ってるような。うまくいいポジションだよね。シフトしとんですかね。はい、なかなかね、そうかもしれない。そうですね、うん、はい、ということで、じゃあまあそんな感じで始めていきましょうかね。うん、はい、行きましょう。うん、はい、で今日はですね、まあまあ4月ですから、うん、まあ、新生活と、うん、いうことでね、うんうん、まあいっちゃんさんは新生活の準備で3月一生懸命引っ越しの準備をしてました。そうそう、駆けずり回る、そういう仕事ですからね。まあうちも息子が2人、うん、下は高校入学で、うん、上は大学入学で、うん、まあもうてんやわんやでございましたけどね。そうね、でまあ私もちょっと仕事をねちょっと休んどったりしたんで、実はまあ行き始めたりしてるんですよ。大変なんですけど、まあ生活がガラッとこう変わってまして、うんうん、でまあ4月はまあ皆さん変わる時期ですから、うん、ということで今日はまあその新生活特集じゃないけども、まあ大したあれでは単なるネタなんですけど、うん、まあ新入生の皆さんとか、うんうんうん、まあ新社会人とは何ぞやと、ね、いうことについて、まあ、テーマでいろいろ、まあ親父どもで語っていこうかと、うん、こういうようなことでございますね。はい、でまあ僕らこうやっぱずらっとこう親父揃ってますけど、まあ僕らも若い頃あったんですよね、うん、学生の頃って。あったんですか、ね、もう忘れた俺。ありましたよ。あったんだな。うん、そうなんですよ。で、まあ、うん、ちょっと番宣には出してあったんですけど、うん、まあ我々ちょっと MC のですね、うん、まあ高校生とか、うん、まあ、大学生の頃の、うん、
まあ、お姿がどうだってこう使用前使用後じゃないけど、うんうん、これがこうだったというのをちょっとまあ、あの恥ずかしい写真もありの見ていただこうかなと、ちょっと一笑いしてもらおうかなということでいくつか用意しとるんですけど、でどれから出しますかね、出るんですかね、いきなり出すんですか、いきなり出すんですか、これ出しますか、そうそう、私も若い頃あったって、そう、チャミさん、チャミさん、ぜひ写真送ってください。皆さん、それいいね。TL からね、若い頃の写真送ってくださいね。うんうんうん、あのそれいいわ。恥ずかしいやつ。あ、それいい、それいいね。うんうん、じゃあ、一つちょっと出してみます？おお、出ましたね。さて、誰でしょうっていう。これは、まあ、わかりますか。誰これ？これはまあ、あの横に伸びとる、横に伸びとるね、あの横に伸びとるな、うん、なんでこれ私ですね。わかりました。そんなね、うん、若いゲロッパさんにプレゼントがあるんですよ。あれ、おなんとあれあるんですよ、これあれお、あれあれれれれあれれれれあれよいしょ。おー、おー、はい、おー、なんかちょっとよりでお願いしますあー、ありがとうございます。ゲロッパさんの誕生日おめでとうございます。 PSTV スタッフメンバーより、いや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 、いや、あ、これいきましょう、うん、つけましょう。ありがとうございます。なんか、あの、TL の誕生日のデモみんななんか絡まんなと思って、ね、妙によそしよそしみたいな、知らんかも。いや、もうなんかちょっとしんどかったね。そうそうそう、うん、いやいや、ありがとうございます。いや、嬉しいわ、これ。でもいや、僕、実はね、うん、ケーキで祝ってもらうなんて本当に何年ぶりでしょう。多分あの離婚して以来ないと思いますけど。いや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 、ほう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 、5本っていうことはもうすぐ50ということですね。半世紀エヴァンゲリオンとかで、うん、今日エゴさん前やったんですよ。僕もあの注文行って、うんうん、ろうそく何本しますかって、うん、40何本立てるみたいな。もうまあ、ね、もうまあ50でしええやん、50で。おじゃあ、イントロ流れます。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear ゲロッパさん、 Happy birthday to you。 イエーイ。ありがとうございます。どうも、いやいやいや、ありがとうございます。いや、嬉しいわ。あのリムさんが喜んどった気持ちがよくわかる。いや、嬉しい、ありがとうございます。いや、ほんま嬉しい。いや、よかったよかった、よかったよかった、ほんとね。結構もう切り替えてで、いくつになったんですか。47。まだ、じゃあゲロッパ48にはまだ行きます。来年48で、じゃあとりあえずタメです。タメです。さっきの写真って何歳ですか。あれさっきのは多分18ぐらい。18、まだゲロッパになってない時ですね。そうですね、うん、まあ、ゲロぐらいですか。30年前ですね、あれね。あれみんなでなんかどっかでね、多分喧嘩して帰ってきた時ぐらいですね。紹介かなとやっとく。そんな悪く見えんですけど、ね、そうでしょ、うん、あれ時はもうだいぶだから18ぐらいですか、落ち着いてますから。うん、左目の下がね、実は青いんですよ、ね、殴られて。あ、そういえば。そうなんです。そうなん、うん、まあ、あれ何紫ですか、あの V のはセーターですね、うん、でタートルネックのシャツですから、うん、バリバリヤンキーの紫の V に、うん、グレーのタートルネックってどんなファッションセンスやっていう話ね。昔ニュートラっていうファッションだったんですね。あ、そうなんだ。そう、だいぶだからちょっとニュートラに、ヤンキーからニュートラに、そうそう、ヤンキーとニュートラの間ぐらいです、ね、間ぐらいですね、うん、でも全然いけてない感じですね。全然いけてないですね。うん、普段もうちょっとあのポパイみたいな格好しとったんですけど、ポパイみたいな、それで横島なんや。まあ、友達に合わせてね、ヤンキーとね。ゲロッパさん、みんなおめでとう。ありがとうございます。ついてきます。いや、どうもありがとうございます。皆さん本当に、まあ、あのフェイスブックも、今朝もフェイスブック見たら
というかいっぱい入っててね、うん、ああそうか誕生日だったんだって、うん、まあフェイスブックで思い出す自分の誕生日今ああいうの見よるたびに、うん、もう誕生日で盛り上がるな盛り上がるなと思う言って番組でやるんやからもうみんなの誕生日とか言うなよで僕らツイートもできんしで 今 TL 出よっても一生懸命知らん顔して早いよねなんか TL もそこだけみんなすっとそこだけそこだけスルーなんでしょもうねもう不自然すぎなんか不自然だったよねなんかね普通絡むよねそう多分出すタイミングも言うんだろうね全然喋らんのに俺知らなかったの出てくるタイミングいやまあもうみんな今めちゃめちゃ忙しいじゃないですか、うん、で、うん、出すタイミングとかの打ち合わせもさっきですよいやいやもういつだ最後まで引っ張るいやもう忙しい時に皆さんほんまありがとうございます、ね、申し訳ないねいやめたいですねめたいありがとうございます、うん嬉しいですねでも何歳になってもね、うん、誕生日皆さんもありがとうございますいろいろコメントいただきました、うん、本当ですピストをやってだからですね、うん、多分こんなに皆さんからいろいろいただけたらもう、うんほんまありがとうございます、まあ親父さんでね一応親父増えようが減ようが、まあ、大したことないんですけど一応親父46と47どんだけ違うやっちゅう話なんですこれで1個か1個違いだ、ね、1個違いになったもん。チャミさんと1個違いなんですね。いっちゃんさん、まあ、僕とね。チャミ48ですからね。チャミ48。ああ、皆さん、はい。ヘビーローテーション。ああいうなんかプロモーション的なもの作りますか。デムさんにとってもらってピースメンバーが全員スタンドバイク持って、うん、ヘビーローテーションの振り付けまでやってやりましょう。マイクスタンドまた入れよ、ま、おっさんが可愛い可愛いすっげー撮りたくないじゃあみんな下着でピンク の敷物の上でみんなこうそれをこうレムさんが上からこう取っていってね結構本気で取らないからもう足全反りですよ全反り全反り嫌やなそれそれ厳しいないくらなんでもね、うんCBN48 ね、ありがとうございます。はい、リュウちゃん、はい、ニュートラ死後。死後。ニュートラ死後や、ね。ゴンさん、はい、ゴンさんは知ってるはず。うん、まあゴンさんはまだ未だにニュートラの匂いちょっと、ね、ニュートラ感じ。また失礼なこと言います。どうもごめんなさい失礼な、うん。確かにそうかもしれない。何の話しとったっけ。あ、そう写真ですよ写真、ね、そうです、あ、これ出たなんかヤンキーのあのホイールってなんていうホイールでしたっけ。これ星のインパルですねこれシルビアですか。これはガゼール、ガゼールか、ガゼール、うん、シルビアになる前のですね、うん、ガゼール、いや兄弟者なんですね。あ、シルビアになる前のガゼールにゲロッパになる前のゲロえ、ボンネットにガゼールの絵が描いてるやつじゃないですかこれ。そうそうそう、まあ、これそして星のインパルの、星のインパル10なんとかリムの深いやつですわ。18深リムの深リムのやつですね、うん、車高下げてケツね、だいぶ辛い位置で詰まってますね、だいぶね。あ、ここフェンダーはチャミさんが時代が時代がね時代がマッチみたいな髪型してますから、これ多分シャコタンで箱乗りで箱乗りはしてないですね、拡大できないです、うん、ねえ、なるほど。愛車に、まあ、ね、乗って、うん、これから走るおいうような感じですな。ちょっとマッチだね、確かにこで、こう箱乗りして自分で酔ったんでしょ、口でパラララパラララこれでね、
の徳島のね秋田町っていうところがあるんですけどね、ナンパ通りっていうのが、うん、ここぐるずーっと車ヤンキー車がずーっと行ってきて行ってきてぐるぐるやってるんですよ、うん、まあそこをぐるぐる、ぐるぐる回ってるような感じのねっていうような時代ですな、うんはい、これは19歳ぐらいですかね、うんはい、星野インパルが星野インパル懐かしい懐かっすね。エッチデバイカーさん、プラモデルには必ずついていた。うんね、こんな感じでしたね。そういう意味で学生じゃない。学生じゃないけどね。これまたなんか後ろのポスター見てくださいこれ。先ほどのあの全体写真ですわ。アラベスク。アラベスク。なんとなくわかるでしょ、この雰囲気。ハローミスターモンキー。ハローミスターモンキーっていう。懐かしい。ボニー EM とかね。そう悪いな、なんか、ね、見るからに。まあ悪そうでしょ。あの明日から星野インパルゲロッパになります。星野インパルゲロッパです。そうかなるほど、ね、これぜひあれですね、フェイスブックにアップしといてほしいですね。フェイスブックはそういうあれですからね、昔のもちゃんと入れとかんと、ちゃんと入れとかんと。あ、映りました、星野インパルゲロッパ。すごいな。リュウちゃんが留学とかとあんまり関係ないけどね。ちょっと戻るんですけど、リュウちゃんがポニーテールとシュシュのプロモーションビデオだとどうなるのって。これもみんなビキニでしょ。ビキニ。ね、沖縄にロケ行かないからね。そうだね。ビキニも壊さないからね。ビキニ。ビキニ。ビキニやろ。ビキニやな、ビキニは。うん、まだ出てきた。おー来たよ。もうええっちゅうのに。これハンドル絞ったやないですか。絞ってますね。すごいなこれ。これは XJ400 ですね。しかもあれ後ろのあのなんかあれ学校の、これ中学校のね、中学校のあれです。校庭です。校庭の玄関ですね。かまんのこれ。歩行です。息って乗りつけたんですか。そうですね。吉野中学校。やるな。誠実にとか書かれてるのね。まあろくでもないもんだったっつうのはこれでわかりますな。出た出た。もうお約束ですよこの目線。アフロですねこれね、多分ね。アフロ。濃いね。かかってこいやみたいな顔しますよね。この先週までおたくさんがやるとはポーズとして。元祖ドヤ顔なのかな。ドヤ顔。あれチャイムさん優しいわやっぱり。でも男前やんけゲロッパさんで、ありがとうございます。燃費悪そうとかわけなかんないけど。燃費悪いよそれ。悪いよそれは。うるさい。悪いやるなぁ。この頃は燃費気にしてなかったね。まあ、吉村がどっかでしたね。森脇か。うん、集合に出てました。ペケジェ。ペケジェですわ。うん、かかってこいや。かかってこいや。これが出ましたよ、これ。さて、誰でしょう。これは誰でしょうね。これヘルメットのような頭が。これね。マッシュルームカットですね。マッシュルームな感じで。なんかお坊ちゃんの感じ。これね、もう可愛いでしょ。もうこれ今目の前におったら抱きしめるもんね。本当。ヒゲでジュリジュリするよ。これ大きくなんないですか。これ大きくなるというか、これ大きくなる、まあ写真も大きくなるけど、人も大きくなる。人も大きくなる。かわいい。かわいい。かわいい。これはあの僕ですよ。これは小田蔵さんですね。小田蔵ですね。この影がありますね。うん、ね、僕アイコンがジェダイじゃないですか。この子もなんとなくアナキンっぽいでしょ。アナキンっぽい。髪型といい。髪型といい。今でもこういう表情時々しますよね。なんかあの。うん、なかなかつぶらない。ちょっとね、服もジェダイっぽいんですよ。うん、これは誰が撮ったんですか。これ誰ですかね。おかんかな。うん、おかんが撮ったんですかね。かわいい。うん、おお。
いや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 、これはすごいよ。ふくよかになって輪郭はそのままって感じはちょっと塩膳塩もう今年マッシュルームカットやってみます、ね、マッシュルームいきましょうかね。ホトハラみたいな、ホトハラみたいなマッシュルームおだぞうですね、うんうん、いやいやいやバナナマンおだぞうでなるほど、うん、これねちょっと前にツイッター上でアップされとって、もう即こう保存して、うん、保存したってのはすごいね、保存してずっと持ち歩いてさすがですね、うん、さすが小田蔵研究家、小田蔵ラボそうそう、すごいね、まあ、あんまりこう新入学と全然関係ないけどさっきの何歳ぐらいの、うん、あれ3歳3歳ぐらい、3歳ぐらいですね、多分、うん、こんなに大きくなるそのために今日ハンカチ持ってきたんだ、なかなか可愛らしい、天使の輪があったんだね、天使の輪、ね、ナイスキューティクルでしょ、ナイスキューティクル、天使の輪がね光ってますよね、はい、僕も別の意味で光ってますけどまあこんな感じになりますね。こんな感じ。もうまあ言っておきますか、写真ね、まだある、うん、あるんですか。だ次はどなたの誰かです。何？はい。え以上。以上。以上。あれ？送ったやつは？送りました。送ったよ。あれ？あれ？あるでしょ、一番使用前使用後のハゲ今ハゲてるえ、レムさんがハーレー乗っ取る時の写真ないんですか。ケツ穴泣きハーレー乗っ取る時のやつないない、ある。今トランクルームですね、私の荷物が全て。あ、そうそう、チャミさん、僕写真一枚なんですよ、もうちょっと激務すぎて用意できなかった、うん、チャビンさんない、ない、ね、ないんだ、あ、そうそうそう、森脇かビートやね、そうそうそう、ビートはね、アルフィンカバーっていうのがあってね、これね、みんなつけてたんですよ。うん、僕のはどっから行ってきますか、じゃあそんなにいっぱいあるんですか。チャビンさんのじゃあiPad で行きますか。 iPad でこれじゃん、これ渋いですね。これ渋い、うん、渋いね、これね、うん、ちょっとなんか白黒いの嫌やけど、作家っぽい雰囲気が漂ってますね、うん、これね、僕仕事始めた頃ですね、うん、あ、これ仕事始めた頃ですか。うん、そうです。もうヒゲですね。そう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 、うん、細い、顎のラインがシャープ。昔やからね、それよりも何よりも今ないものがある確かに。え、この頃からヒゲ生やしてたんですね。この頃から、うんうん、ヒゲ歴何年ですか。僕は23の時はもう生やしたから、うん、これが大学生の時ですね。これバイトしてました。お、写真屋さんで。写真屋さんで。おお、可愛らしいじゃないですか。可愛らしい。何でしょう。パーマ。もうこれテンパなんです。テンパ。テンパなんです。テンパなんです。もうこれなかなかこういう時代もあったので、うん、信じられん感じでしょう、うんうんうん。テンパなのは知らなかったです。さすがこの頃からオーラが出てますよね。オーラ違うよそれ。もうテンパやったんで、高校の時に、うん、よ、職員室に呼ばれました。パーマを落とさ、アフロみたいだから、ね、そう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 、先生理不尽なこと言いますもんね。そうそうそう、前も言いましたけど、僕剃り込み直せって言われましたからね、うんどうやって直すんやん、ベジータ部分で。あ、ゴンさん、きっとうちのアルバムにエゴさんの20代前半の頃の写真があるかも。そうそう、まあ、それまたアップしておいてください、ね、恥ずかしいやつを、うん、あ、チャビンさんイケメンいて、リュウちゃん、もっともっと言うて、もっと、うん、ヒゲがないチャビンさんね、うん、ちょっと貴重な感じですね。そうですね、チャミさん、その頃か松山大臣広島です、広島です、広島、はい、広島生まれの広島育ちなんで、そう、うん、まあまあかれこれでもね、20年ぐらいですか、もうちょっと前、もう20年ぐらい前ですか。20年以上前、もうちょっと前ですね。20年以上前ですね、うん、20年の間に失ったもん大きいな。大きいですね、ほんとこんな
でも光は得たんでしょ。光は得たけど、それとまあいろんなセンサーは身についたけど、ね、センサーについた。いろんなもん拾いますもん、ね、そう拾わんでもいいのにね。今のもうタイミングバッチリです。一旦は行くみたいな。あざす。褒められた。めったに褒めんレムさんに。チャミさんイケメンもう一回来ました。総研研督。ありがとうございます。もう一回行こうか。ヒゲを押し戻してみたとかチャミさん前言ってたじゃないですか。結構ねいつもやるんですけどね、うん、もう上に出てこんかなとか。それはね中折れしてるから中折れない顔の中で。そうなんですよ。いっそねこの辺ガーッと生やして、うん、この辺生えるからね、うん、生やしといてなんかこう移植できんのかなと思って。で真面目にあの間の先生に聞いたことあるんですよ。たら無理なんですね。あのそれを生きた毛のままやるためにはもう全部毛細血管つながんといけんので、うん、それはもう無理。だってですよ、100億円寄付できる男がハゲたままですから、ね、うん、そうですよね。どうあがいても無理なんで、そこに持ってきたね。結局ね、彼、ね、うん、に不可能なことはね、やっぱり髪の毛生やすぐらいですからね。そうそれはもう無理なんですよ多分。無理なんやろな。まあ、あの総研研督になったらお若いですよね。ちょっとイメージ悪いな。今周り見渡してもみんな若いですけど、多分こんなんになりますから、二十数年後にはね。そうこんなんに、うん、こんなんに、こんな感じで、はい。何の話や。他の人のがないんですか。ないの他の人。なんかここにいっちゃんの昔の。これ昔じゃないです。記録。10年後ぐらいで。いっちゃんさんの10年後ね。10年後。これはね、僕この間 NHK で見ちゃったんですけど、うん、これはあのアナウンサー笑いこらえるの必死だったんですよ、この人。出していいのかな、これ。これどっか偉い先生なんですけど。どっか偉い先生。意地悪いでしょ。これどうやったらこういう髪型になるのかなと思うんですけど、これはセットした状態。セットした状態。セットした状態。うん、なんかね、原発のね、あのことでね、解説してた大学の先生なんですけど、夜の NHK ニュースのアナウンサー、はい、がもう本当笑いこらえるんですよ。それもだってこっから持ってきてますもんね、明らかに、うん、で持ってきて一本にまとめてるでしょ。それでもう2チャンネルはもうこの人の話題で持ち切りだったんですよね。なんか僕いつも思うんですけど、テレビ出る人でね、うん、もう明らかにカツラの人いるじゃないですか。いますね、うん、でね、どうせなら分からんようにすりゃいいのに、うん、もうなんかみっともないでしょ。ホワインのほら彼ね、ホワイン原子力ホワイン、ホワインです、彼とか間違いない、うん、朝の、ね、朝番組の顔のあの、うん、そう、大空さんあの人はだって本番の最中に落ちましたからね。あれはでもあれでしょ、あれフェイクでしょ、あれは CG ですよ。あれ CG なんだ、作られたやつ。そう、まあでもあれはすごかったね。まあありがちというかね、絶対そうですからね。おずらさんね、うん、おずらさん。あのおずらさんって言って誰かが怒られとったね、あれ。あ、そうなん。ホリエモンとかがなんかうずらさんとか言う人に、別にピッサーダに言うてもいいんですけどね。僕らのことなんか誰も信用しないですから、あれが通信にも来ないし。そうねえ、まあでも見苦しいですよね。ねえ、うん、難しいところですね。気持ちはわかるけどっていう。あの彼の王子様がその人に関して NHKPR も質問にお答えできませんって。さすがの NHKPR 君も答えれないよね。エッチデイバイカーさん、ソッシュ。ソッシュって。ソッシュ、これが。なるほど。あれがソッシュ。あれがね。ナイキとも言えないですか。ナイキ。ナイキね。ナイキヘア。ナイキヘア。なるほど。新しいね。ナイキヘアって言うとなんかかっこいいかもしれないな。ナイキのコマーシャルに出てきたらびっくりしますよね。出しちゃダメだよね、俺も。やっちゃったって感じです。あと他の人はないんですか。他の人はないのよね。ないの。ないんですか。ないんだ。なんかこの僕だって実家にあるんですよ。すごい中途半端な感じの企画ですよ。企画やね。でも新入社員に、まあ提言、まあ
あの4月になって、うん、あのいろいろとねフレッシュマンじゃないですけど、うんうん、あのスーツに身を包んだ方がブロードしたりしてますけどね、うんはい、まあ、毎年もう最近でもね、うん、あんまりこう就職がないから、うん、もううちの会社なんかも実は新入社員取ってないんでわからないんですけど、うんはいはいあのまあ、春といえば新入社員ですけどね、うんうん、新入社員ネタがまあ盛り上がるじゃないですか、うんうん、あのこのこんな女が入ったとかこんな常識知らずだったとかっていうのがまあいろいろあってね、うん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 、この間も俺びっくりしたんですけど、まあ、これ新入社員の話じゃないんですけど、うん、うちの息子に封書出してこいって言ったら、うん、乗り付けせずにそのまま封書前リュウちゃんのね、うん、なんか郵便局で出し方わからんとか言ってたじゃないですか、うんうんうん、うちの息子アホでしたあそんなもんかな封書風船なんだろ封書じゃないのにそのまま出してた封せずにうん、だから、うん、まあ新入社員その常識知らずっていう面での、うん、まあ笑い話もまあ、うん、なかなかまあ、うん、あったりするじゃないですか、うん、あるある、うんね、サインコサインタンジェント教えなくていいから封書の出し方ぐらい教えた方がいいよね、うん、あねまあ知らないびっくりする人も多いですよね、うんうん、あのねうち新卒の子一人おるんですよ、うん、うちいうかね、うん、あれ例の、うん、でそこで来た子二十歳なんですけど、うん、この子がねあのこの間飲み会の時に、うんそのお酒をの場じゃないですか、はいはいはい、でそれを、まあ、お酒の席やからついで次に行ったりとか、うんうんうん、まあいろいろ普通はするでしょ、うん、思ったんがあの多分彼ら今若い子もあんま飲まんでしょ飲まないですね、うん、で大学の時とか僕らはもう先輩に継がれた酒がもう嫌じゃとは言えんし、うんうん、でもとにかく必死で次に行きよったじゃないですか、うんうんうん、多分ああいうのないから、うんどうしたらいいんですかっぽいんですよ、うん、ああそう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 、でそれはありますね、うんうん、そうそうあれちょっとびっくりしたな、うん、まあ特にその継ぎ方とか知らないからね、うん、そこから教えたりっていうのはまあまあありますよね、うんうん、飲んだ方がいいんですかみたいな今大学生いや僕飲めませんからとかっていう、うんうん、あ僕ダメなんでそうじゃないんだお前が継ぐんだよ次からそう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 宴会しないんですよね今ね大学生ってね、うん、ねうん何真面目なこと言ってんですか。いつもでしょ。あ、そう。こういうそういうキャラなんですか。そかそか。いつぐらいからなんですかね。大学生が宴会戦になったいつからなんですかね。ねまあ、うん、もうバブル終わったぐらいからですかね。うん、うん、僕らの頃はバンバンやってましたね。うん、紫とかでね。そうそうそう。紫。ゲロまみれになってね。ゲロまみれ。で毎晩ゲロまみれ。そうそう。一戦蒸気とかね。でね、ああいう宴会で。おけにね、うん、刺身とか出てくるじゃないですか、もう、はいはい、あれ見るとね、もういやもう頼むからそんなんやめてやってもおけはね、どうなるか、うん、大体みんな知っとるでしょそう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 、うんオケとかね、あのアイスペールとかね。そう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 。アイスペールだから危ないですよ、うん。やりましたやりました。アイスペールとにかく隠してましたね。僕らの音楽系のねサークルだったんですけど、うん、まあドラムだったじゃないですか。うん、シンバル持ってこい言うて、で大体予想つくじゃないですか。うん、でちっちゃいシンバルを外して持ってったら、うん、なんやトップシンバル持ってこい言うて、こんなでしょ。で真ん中穴開いてるとこに人差し指をでそのままドク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 疲れて、これ外せんし。ベクハイですね。そう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 。スポーツでよくなるやつね。うんうん、ベクハイね。そんなん普通だったですけどね、でもね。今そんなやったら大事らしいですね。まあ、まあ、今は ね、ね大変ですよ。うん、いやで僕らぐらいの世代の先輩たちはね、無茶したんですよ。うん、で新刊コンパで急性アルコール中毒で死亡とかね、うん、相当あったんで、うん、あれから自粛になったじゃないですか。うんうんまあ、やっぱりね空気がそうなりますよね。そう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 。うん、まあでもそれから一時期そのなんていうんですか、お酒の付き合いをしないとかっていうのがあってから、うん、今はでもそうでもないんでしょ。割とこう会社の付き合いを皆さん大事にするとか、うんうんうん、またちょっと変わってきてるね。そうなんですよね。先輩の言うことは聞くとかっていうような感じにまあ変わってきてるというか、うんまあ、その協調性をこう、うん、なんだろうな大事にするとか、うん、そっちの方向に行ってるんですよね、うん、というよりもなんていうのかな、ちょっと真面目な話をするとすごくこう真面目すぎるというかね、うん、周りの人に思いやりがありすぎるというか、うん、そういう傾向がなんか強いですね、うん、なるほどね。例えば今回 の、 その震災の受け取り方なんかでも、うん、若い人はすごくこう共感するんですよね、うん、
こう悲しい人に悲しいなりに共感するし、嬉しい人に嬉しいなりにこう共感をして、でまあどちらかというとその僕らの頃は男性はまあ悲しいことがあったらそれを乗り越えてこうグイグイ前へ進んでいけとか、そんなことはほっといてなんか前を見ろみたいな話なんだけど、今割となんかこう寄り添って一緒に悲しみましょうというような、あの風潮というか ね、そういうなんかメンタリティなのかなという感じが、あのするのがまあ今の自粛ムードみたいなのが結構、ね、だからあの僕らぐらいのその年寄りよりも若い人の方が言うんですよね、そんな不謹慎だとか、やるべきじゃないんじゃないでしょうかとか、あれね、理由が少しそのまあ理由の一端としてはね、僕らの頃は道徳はそれあったけど、学校で習う教科の中にね、今はあの総合的学習の時間っていうのが、それはそこで、必ずその環境について、エコロジーについてとかね、それとか福祉、あの、まあ、ハンディキャップを負った人たちに対するいろんなそういうものを授業の中でやるんですよ。でね、やりすぎるんですよ。やりすぎます。やりすぎるとちょっとあのやっぱりもう 上から見ちゃうんですよね、まあ、簡単に言うと。だからそれは良くなくって、そういうのあるんですよね。ありますね。あれね、もう うちの息子なんかもそうだけど、もう関係はとにかく大事にしないといけないもの、っていうようなもう刷り込みですね。なんかだから環境なんか宗教みたいな感じになってるね。ペットボトルはどうのこうのとか、まあ何でしたっけ、あの某なんとか中央大学の教授なんかだとね、ペットボトルなんか燃やすだけあのコストがかかって大変だっていうような人もいらっしゃって、それは、あのまあ一長一短あるからどっちが正しいというわけではないんですけどね、そうですね、まあ大事なことなんですけどね、まあ大事なことなんですけどね、あまりにもこうなんか宗教的になってきた感じがしますよね、まあだから、まあ、あの今大変じゃないですか、就職なんかも、だから今年もまだね、あの 70% 弱ぐらいですか、 70% ぐらいでしょ、大学生 の、 その就職率が、まあそれはだってね、みんな大学行きますから大学生の就職率下がりますよ ね、うん、そうだね、でどっかええとこって言うてもね、そんなもんねまあ選ばなければそれはないことはないんでしょうけど、そういうわけにいかないじゃないですか、選ばなければっていうか、その条件だったりとかそんな言わなかったらそれはあるんでしょうけど、やっぱり大学出て就職活動っていうのはそこそこのところを、目指していきますからね、やっぱりああいうなっちゃうんですかね、まあそのまあ大学生のそら人気企業なんていうのが毎年まあ今まで出ててね、あのソニーだったりとか、その時人気のまあその会社が出てくるじゃないですか、まああのバブルの輝かしく頃はあの国内ね旅行会社だったりとか、まあその航空会社だったりとか、まあ今は公務員が当然一番で、あと固いところやっぱり大企業のそのトヨタとかっていうようなところで、まあみんなが大企業の安定したところを目指すというような風潮になってきてますからね、それはそんなところみんな目指したって入れるわけないですからね、あただまあちょっとあのまあ審査会なんかあってPL で今日の PST なんか変、小田堂さんがおとなしいぞ、違うんですよ ね、 あのねものすごい頭痛がしてきて体調悪いんですか体調悪いっすねまさかの番組内で体調悪い告白まさかの、救急車とか面白いですよ救急車生中継中継するのそれ中継してくださいよこれはあそこあのこっから出るところまで出るところまでこっちですって呼んでそれで僕あの、連れて行かれタンカーに乗せて連れて行かれながら こうしますから、こうね、なんか来たこれ癒やし系小人さんから今ツイートで、ほう、何これ、ちょっとこれ旦那さんの職場の写真ですかね。そうですね。飛行機のエンジンのとこですね。ほうほうほう。これはあれですか、ヒューマンストライクの寸前の写真ですか。そうですね。そうやね。バードストライク。バードストライク。ヒューマンストライク。これね、これどうせならあの癒し系小人さんの若い頃の写真とか、ね、もうね、ちょっと現役の頃の写真、いや今でも若いんでしょ。
それまずかったね、今の。いや、もう高校生ぐらいの。もっと若い頃。うん、そうそう もっと若い。古来な、みんなのね。うん。うん、あの、アバラさん、くしゃみが止まりません。なんか、まあ、変な病気になってるみたいですから。うん、変な病気そう。ああ、専門学校だと 50% 程度ですね。って何が 50% なんだ。就職率ですか、ね、あ、就職率か。うん、ああ、なるほどね。専門学校で 50% ってありえないですよね。うんうん、ありえない。専門学校の先生ですからね。うん、もうだから、もう就職なんかすぐやめたらいいんじゃないですか。うんねうん、まあ国を愛することも教えない学校ですからいいこと言うな、うん、その通り、ねうんうん、仕事なんかね作ったらいいんですよね、うん、なんか就職するとこなかったら、うん、なんかね新しい仕事作ったらいいんじゃないですか、うん、まあそうですけどねとりあえず企業なんで起業したん、うん、なんとなくっすかねなんとなくっすかねええんじゃないアホみたいな若いやから、うん、俺社長になるんすよみたいな、うん、こんなあの商売やるんすよ、うん、みたいなんでね2人ぐらい雇っとんすよ僕結構あの採用担当でねアルバイト あの面接とかするんですけど、うん、もう本当ね若い人本当覇気ないねあうん、本当はなんていうの取ってほしいっていう感じが全然伝わってこない。あなるほど、うん、多分頭が痛いんですよそれ頭が痛いんだよね多分ねそうかもしれない頭痛なんですよ頭痛なんですか何頭痛ですか偏頭痛ですね、うん、何やろ忙しすぎていや時々見舞われる感じですね時々あの降臨される謎の頭痛それやばいね魔王が今日完全に降臨しとるね降臨してる完全に降臨してる前も一回なんかあったよね、うん、あのブルブル震えよる時もねたまにあるねたまにあるということで今日小田さん調子悪いみたいですよ、うん、あの弱っとる小田さん見るのもいいかな魔王がこの辺から侵食してるんですよズワーって心配になってきたな、うんね、自分の古い写真そうそう、うん、実家に、ね、あしょ僕も実家なんですよ、ね、そう結構急に出せないですよねこういうのってまあ確かにね、うんうん、あの送ってください今度ね、うんうん、普段からも持ち歩かないとダメですよもう持ってない、うん、普段から持ち歩くのそうあのチャミさんはフェイスブックなんかにだいぶ入れとるじゃないですかそうそうそうあれ、まあ、入れた方があれなぜかっていうと外国の人そうでしょああ外国の人は初対面で必ず家族の写真を見せるんですよなるほどねだからそういうふうにね使ったらいいですよ、うんうん、そうですねずいまずねん、はいうん、何がずいまずねん、まあ、頭痛もあれなんでじゃあもうあんまり頭痛ひどんならあんまり間にあれですかね相談コーナー行っておきますか、ね、そうですね行っておきますかね、うん、あ休憩ないですか今日あ今日休憩やりますか、うん、ちょっとね休憩でちょっと、はい、うん、面白いものがあるんですよ、はい、あそうなんですか、うん、そうじゃあ休憩じゃあ休憩行きましょうか、うん、はい、はい面白くないですよ、うん、そうですね、うん、感動的なもんがねなるほどあ休憩というかそこで流れるものがあるんですかで休憩中に、うんうん、流れる流れる休憩嫌いなのに
つめるたびにゆっくり流れ出すのがまるでとろけてくチョコレートみたいだわねえ泣きたくなるチョコレートの香りが体を包んだあなたのぬくもり手のひらで握りしめて愛してるって思ったもし嘘つかれて悲しくなったとしても その後抱きしめられて 真面目に涙を流せる あなたに溶かされてしたから あなたに絡まってその存在を確かめる切なくなるようなチョコレートの香りが二人を来るんだあなたのぬくもり両腕で抱きしめて、yeah、愛してるって思った泣きたくなるようなチョコレートの香りが二人を来るんだあなたのぬくもり両腕で抱きしめて愛してるって思ったなはい、どうですか？いいですね。思いがけずこう見てしまったら、うん、もう綺麗な後になんか汚い部分がまた汚い。可愛いでしょ？もうハフーって感じだね。可愛いわ、うんいいね。これが噂のあのね、レムさんとオダドさんのコラボムーブ。そうですね。明日もあるんですよ、これ。明日もやるんですか？明日もあるんで、また、うん、ね流せたら。うん、素敵いいなあ、うん、明日楽しみですね、うん、楽しみ、うん、これ商品化したんですか、うん、しました、うん、しました、うん、しました、うん、皆さんぜひあのピースト TV にお父さんレムさんにお問い合わせをでピスト通さねえからね言われて言い話しました先週パン売るのもピスト通してくれよって、まあ、ピストタイムピン派集団だからね。つうかね、まあ、あの運営費も必要ですからね、皆さんね。全部そこ、うん、そこ言ってどうする。そうそうそう、まあ、それでも、ね、何真面目なこと言って僕に振らないようにしてください。いやでもいいですね、綺麗でね。うんうん、あんな奥さん欲しいわ、綺麗なそこかよ、ね、はい、ということで、じゃあ、はい、お悩み相談、お悩み相談ですかね、お悩み相談、はい、行きましょうか。とっても明るい、はい、とっても明るい、お悩み相談、はい、すいません、はい、ちょっとその前に、はい、お、なんかあるの、アバルトさんから DM が、うん、はい、DM 来まして、うん、ちょっと写真が、うん、あ、写真来た、写真来た、ほうほう、
いやー、これがなんか微妙に色が変わっとるのはこれはすごいね。確かに面影あるな。あ、バルさん、これ何、うん、画像処理、あれチンチン、チンチン出てないですか。チンチン入りちゃったのそこかよパンツが、あの前髪が微妙に揃ってないところがなかなか可愛いね。これはバルさん、あ、でも面影あるあるある、これを出してきたってのは、これ自信があるから出してきた。出してきたかな。渾身の一枚なんです。いや、渾身なのはお父さんかお母さんです。本人渾身じゃないですか。アバルトさんがアバルトになってない時です。まだアバルトになってない時、ね。アバぐらいですか。皆さん、子供の時やったんやね。まあ。うん、あんまり突っ込みどころない感じ。もう老眼になっちゃったけど。ちんちん言うな。ちんちん。健康しろやってる。超健康優良児って書かれてます。もうそんな感じ。アマルさんレベルになると、もうちんちん出したやつ持って出してくるんかな。まあまあもう顔がちんちんみたいにせえよ。ひどい。ひどい。言うにこと書いてる。もうちんちんの話は思う。ね、置いといて。行きましょうか。はい、じゃあ相談ね。はい、じゃあとっても明るい悩み相談室。はい。はい。で、まず、お一人目、ホルミンちゃん。うん。夢にはたくさんの未来からのメッセージが隠されていると友人から聞かされましたが、うん、先日久々に見た夢は私がホルモンになって鉄板の上でキャベツと共に焼かれる夢だったんですが、私の未来はどうなってしまうのでしょう。ホルミンちゃんからですね、うんうん、なるほどね、はい、うん、これはどうやってお答えしたらいいんでしょうね。夢判断の世界ですか ね、うん、これカステルさんどうなんですか。いきなりむちゃぶしちゃうけど。これ悩みじゃないですね。悩みじゃないよね。判断してくれてる、うん、まあね、これはどうなんですかね。どうなんでしょうね。まあ一生食いっぱぐれないんじゃないですか。多分夢見てたら、うん、ホルモンになってるっていうのは多分なんかこれ暗示があるんですよね、多分ね。あの夢といえばね、うん、こうその好きな人の夢を見るじゃないですか、はいはい、例えば、うん、そしたら、うん、あー、なんか自分が何その人のことを思ってるから自分の夢の中にその人が出るんじゃなくて、うんうん、自分の夢の中にその人が出るってことは相手が自分のことを思ってるからだって言うって言いません。おお、そういう説が。なるほどなるほど、うん、なるほど。ということはホルモンに思われてるんだ。そう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 。ホルモンの食いすぎやないんですか。愛されてるんですね、多分ね、これね。愛されてるんですよ。ああ、ホルモン屋さんさんの近くに住んどるとか。ね、でも焼かれてるんすよ。いや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 、多分ね、博多屋の店員と付き合い、あの隣がホルモン屋さんで自分とこも商売しようんですよ。で負けそうなんで、やっぱり隣儲かってるけど自分とこ儲かってない。ああ、うん、か、前世、前世、前世ホルモンだった。前世ホルモン、前世ホルモン、それやと過ぎやね。今日これお父さんかも。お悩み解決しません、今日。ホルモンって、ホルモンがなまってホルモンになったんですよね。うん、捨てるもんっていう意味だったのね、うんうん、そういう説もありますよね、うん、そうですね、うんうん、鉄板の上でキャベツと焼かれている夢は未来はないね、これ。でもね、食べられるから多分ね、うん、またキャベツと一緒にっていうのが安いね。安い。いや、でも、ね、でも王道じゃないですか、キャベツ。ホルモンキャベツ、ね、ホルモンキャベツ、まあね、確かにね。てっちゃんですよね。なんだったてっちゃんだったんだろうね。てっちゃんだったんですか。どうなってしまうのでしょうって言われてもね。ミノだったんでしょうか、うん、あ、ガツだったかもしれないですね。ガツだったかもしれないですね。まあ、どうしても本当にね、気になるんやったら、僕の頭痛が治ってから聞きに来た。まさかの体調不良につき、そうだ、あの先送りです。めちゃ無理やね。めちゃ無理ですね。これ解決するね。次行きましょう。東京男さん。東京男さん。はい。今度の日曜に同公園で花見と聞いて行きたいのですが、行けません。また先日のディーバのチャリティーも行きたかったのですが、行けませんでした。この行きたいのに行けない胸のうずきはどうしたらいいでしょう。とりあえず
うず救命眼では治れませんでした。うずうずうずこれシャレが言いたかったんですね、これね、もうキースの薄みましたね。あれしたらいいですよ。何、ツイキャス、ツイキャス、うん、ツイキャスで一緒に飲みましょうか。ああなるほどね。じゃあツイキャスしてください。ここ、うん、あの iPad いっぱいありますから、うん、みんなこう額にかけてこう取れて置いときますから。東京男さんがいっぱい並んでる。そう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 、それいいな。そうそうそう、あの綺麗な女性の隣に置いてあげてもいいですしね、こうやってね。ああ、なるほどね。あの遠隔ツーショットとか舐めてもらってもいいですよ。あ、そうそうそう、こう女の子画面をキスとかもね、全然できるんじゃないだろうか。挟んでもらったり、挟んでもらったりね。そうだ、生で参加、手つきが生で参加したしてはやってもらえないような数々のいろんなことがやっていただける可能性もあるかもしれませんから、今週日曜日、あとでちょっとあれですけど、花見しようと思ってますから、うん、ね、その時にじゃあツイキャスでぜひ参加していただいてね、うん、カレー食べたらいいじゃないですかね。カレーカレー食べたら、うん、カレーの人花ですかね、うん、ああなるほどね、うん、カレー食べたらいいじゃないですか。そうですね、うん、まあ、 急に僕らが予定立てるっていうのもあるので、半年ぐらい前のからね、うん、言うとったら来れるかもしれないですね。そうですね。夜行バスで。だいたい1週間ぐらいの予定しか立てずに生きてますから、僕たち。今からでも、チャリですぐ出たら間に合う。間に合いますよ、多分、ね。あ、そうやね。今からも出たら、うん、そうそうそう。あ、十分十分。ね、うんうん。そう。まあ、多分これ、ね、東京男さんですか、東京の方だから、うんうん、もうだいぶ保証のも清るじゃないですか。うん、まあ、そろそろ脱出も考えとかないといかんですから、うんうん、もうすぐ空気入れに行きましょう、自転車にね、うん、今空気入れたら多分大丈夫大丈夫、そのうち月も日曜日ぐらいにはついてますよね。、うん、はい、ということでね、うん、はい、まあ、ツイキャスで参加してくださいと、うん、いうことですね、東京都。でもキャスしてる側から見えませんよ。まあそれはそうですよね。あ、キャスしてる側から見えない、うん、あ、それはまたこっちからまた逆キャスしましょうね。あ、はい、それ面白いかもしれないね、うん、キャスキャスで、うん、お花見行きたい、お花見ね、夏さん、夏さん、夏さん、お花見、夏さん来てください、夏さん来てください、うん、やりましょう、あのね、夜になりそうですから。うん、お魂抜けとるやん。大丈夫、ほらさっきの写真の顔の感じ。なったね。あの時も頭痛しょったんですかね。ね。完全に抜けてる。抜けてる。ダメだこれ。もうほぼ脱力。頭痛かったんや。このままにしとったらいいや。大して変わらんし。頭痛かったよ、やっぱり。頭から草生えてましたもんね。生えてる生えてる。生えてるね。多分こいつが今おるんですよ。僕のここにね。刺さっとんね。番組終わる頃にバッサーって生えてくることがあるんですね。ということで、まあ、お悩み相談でした。どうもありがとうございました。はい、はい、ですね、はい、次は次のコーナーは、はい、チャビンさんのチャビット話。あ、はいはい、ね、はい、今日のチャビットは、はい、一つはですね、はい、まあ、地震関連で、うん、今救援物資みんながね、はい、いろいろ、まあ、自分で持っていく人もいますけど、まず当然前から言うように自分でなんか持ってっちゃいけん。はいはい、うん、っていうことで、うん、各自治体が取りまとめて送るってやってるじゃないですか。やってますね、うん、はい、で松山は、まあ、各支所、各地区の地域の支所とか、市役所の支所ですね、そうそう、はい、あと月山町の青少年センターとか、はい、で集めてるんですよ、はい、でね、実はもういらないよっていうものがあってですね、あ、うん、はいはい、例えば、はいはい、まあ、シャンプーだったりとか、うん、粉ミルク、うん、生理用品、うん、紙おむつとか、うん、カイロ、うん、ティッシュ、うん、これはもうええいうぐらい来とんですよ。もういっぱい、でそれを整理するのに忙殺されてますから、うん、現地からこれがないんだっていうふうに、今日発表されてる内容は、はい、食べるもの、うん、
ただし生ものはもうやめてくれと、うん、で、そうでカップ、うん、カップ麺、うん、インスタント麺、はい、缶詰、はい、レトルト食品、うん、インスタント味噌汁、うん、ソーセージ、うん、ジュースうん、これにまあこれにせえっていう言い方じゃないんですけど、うん、これは、まあ、確実にないので、うん、でこれはもうある程度保存して供給をしていくんで、うん、あの生ものがダメっていうのはそういう意味なんですよね。保存が効くものを、効くものを提供してくれと、ね、だからこれ以外のものは今師匠とかセンターではもう受け付けないようになってますから、うんうん、これぜひまあどうせならね役に立つものをそうですね、はい、あげた方がいいんで、はいはいまあまあその食べ物ですから余っとるっていう言い方はあれなんでしょうけど、うん、提供できる人はそういうものを提供してあげてくださいということですね。はいはいはい、まあだんだん熱が冷めてきて、もう最近テレビ見てももう原子ね、うん、原発の話ばっかりで、うん、被災者のことの話があんまり出てこなくなってきてますけど、うんうんうん、まあ忘れちゃダメで、うん、今まだ二十何万人ぐらいまだ。うん避難所で避難している状況ですからね、うんまあ、仮設住宅もだいぶ建ってはおるものの、うん皆さん大変な状況は変わりないと思いますから、うんうんねまあ、ぜひね、献血なんかもこの間ちょっと、ゆうこさんだったかな、うん、出てましたね、やっとやっぱりみんな熱が冷めてもう行かなくなったから、うんうんそろそろ足りなくなってきてるみたいな、うん、ですよね、うん、もうみんな熱もう冷めやすいですから、うん、そうです大体これからがチャリティーとかね、本番ですね寄付したりとかの本番でずっと1年間ぐらいねだいぶ長いことをまあ続くでしょうからやっていただきたいなということですかね。で今素敵なのはね、はいまあ、素敵っていうかさっき僕ら昔の写真出しましたけど、はい、現地はもう家ごと流されてるんで、あのタイミングで写真集めて持って出る人なんかほとんどいないじゃないですか。ないですよね、はい、でところが自衛隊とかねそういう人たちが瓦礫の除去してる最中に見つけるんでしょ、うんうん、アルバムとか、はい、それはもう優先的に、うん、引っ張り出して集めてるんですよ。で避難所とかあるいはその瓦礫見つかった家のその前に、うん、入れ物に入れておいていく、うんうん、だからそのもう今自分のね元あったとこに帰っていろんなもの探そうとしてる人がすぐ見つかるようになる、うんうん、それはねなかなかいい、はい、そんな感じですよね。でなんか再生してくれるサービスもなんか始まってるって聞いたんですけど、ね、あ写真を写真を一部か、うんうん、まあね、全部はできるんでしょうね。こうにもなくなってしまったりして、うん、しかも写真もなくなってしまったら、うんねうん、やっぱりそれは非常に寂しいですよね、うんうん、まあ印菓子のね、うん、印菓子によっては割と濡れても大丈夫なのもあるみたいですけど、うんうんうん今はいいですよね、データにしとって、うんうん、ストレージ、どっかにね、の、うん、けとけば、はいはい、そうそうそう、僕、まあ、だから根があるやつはこの間北村持って行ってやりましたよ、うんうん、ああ、なるほど、うんでデジタル化をデジタル化を、うんうん、プリントはさすがに持っていくのが重たかったんで、うん、あれですけどね、うんうん、フィルムスキャナーね、自分でやったらめんどくさいですもんね。めんどくさいですね、うん、そうということ で、まあぜひどんどん皆さんね、うん、まだまだ支援物資ね、送っていただきたいと思います、はい、それと、うん、ちょっとだけ前に言った不審者情報の受け取る方法とか、はいはい、子育て支援情報、はい、それから食育情報、はい、これがまあ新年度で今また割とこうどんどん登録が来始めるんですけど、うんはい、前にちょっとツイート上では送り先のアドレス出さなかったんで、うん、ちょっと後にエゴさんから出してもらうんで、うん、もうツイート上のそのアドレスをクリックして携帯とかパソコンでそのままカラーメール送ると、うん登録ができるんで、はい、もう数秒でできますから、うんうんはい、今からちょっと後で出してもらいます。この間ね不審者情報で強烈なんかあったんですよ、うん小学生の女の子にお菓子を買ってあげるから、うん一緒においでって言って、うん、右手か左手か知らないですけど電動マッサージ機も取ったらしい、うん、あったあった1週間ぐらい前ねそう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 、うわーって動かしてびっくりする喜いやそれを腹部に当てたとこだよねそうそうそうひどいね最悪でしょ最悪やね、うん、もう不審を通り越してすでにおかしいそうそうそうもう最悪というかなんかねもうほんまに僕らからしたらもうありえん不審ですけど、うん、その人たちからするとそれはね、そういうことを思ってないかもわからないので、まあ、そうですね、うん、でこういうのは危ないっていうことですよ ね、まあ、皆さん入れていただいてますね、うん、こうなくさ18都道県の約2300箇所で約16万1000人が避難生活、うん、具体的に書いてる16万1000人の方ですかね、うん、はいはいはいこれ今エゴさん送っていただきましたかね、はい、マックネットの CSC ですね、うんうん、はい
さっき花見あの子供連れて行ってもいいですかとかってありましたけど、うん、あの夜にしようと思うんですよ、うん、日曜日の、7時か7時半ぐらいかな、うんうん、ぐらいなんで、まあ、あの子供さん、まあ、あの全然外ですから大丈夫ですね、うん、場所は一応道後公園でやろうとは思ってるんですけど、もしかしたら変わるかもしれません、うんうん、はい、あの皆さん子供さんでもあの老人の方でもあのいろんな老人の方老若男女皆さんあの集まってやりましょう、うん、ね、はい、あのちょっと突っ込みですけどね、うん、子育て支援情報、うん、最後あの子供の出生年月日入れるんですけど、はいはい、出生日はわからないですから出生日出生日って書いてるね出生日ですね、うん、出生ですね、はい、はい、最近の不審者はわけわからんね、うん、不審者はわけわからんですからね、まあ、昔からも、まあ、最近って昔からも不審わけわからんですけどね、不審者はね、目の分かりの不審者がおったらまた不審じゃないし、その電動マッサージ機っていうのはやっぱり電池式やったんかなそれは何電池式じゃない、コンセントは違うでしょ、はい、電池式やね、電池式でしょ、電池式やろね、うん、どんなマッサージ機やったんですかねどんなんやろね、いや本当の本当にあの、うん、家電店とかで売ってるマッサージ機なんか、あ通販でしか買えんようなやつなんか、どっちやったんやろと思って、あ相当の変態でしょ、変態やね、うん、まあ多分通販でしか買えんみたいなやつなんじゃないんだろうかな、うん、と思うけどね、大変ですね、そんなゴロゴロしよんじゃお花見変人はダメですよね、変人はダメですよ、変人はダメです、変人はね、じゃあ参加できんですよね誰ができないんだろう、出ない人は変人だ、はい、うん、ということですかね、はい、はい、ということで、まあ今日もあの、ゆるゆると、うんやってまいりましたね、うん、今日はもう私はもう大歓迎でありがとうございました、本当にね、もうよくこれね、嬉しいわ再度もう一回見てくれ、ベロベロと全部やりたい感じですね、こうやってベシャーってなったら面白いですいやー、あとで写真撮らせてもらおうよ、うんうん、これね、小田蔵さんから電話があってね、うん、これ小田蔵さんが代表して借りに行ってくれたんですよ、はい、でどんなのがいいみたいな話、どんなのがいいか、うんうん、で僕がケーキの中に爆竹仕込んでくれてで、ふーってやったのにバーンってそこまで無理やった、うん、まあ後片付けも大変ですしかもレムさん声色変わってる、天井までもうこれが最後で誕生日のお祝いと、ね、祝はなくなるんだいやそんなギエロッパさんにもう一つ、じゃあ最後にプレゼントをまだ何かあるんですかと思ってですね、うん、今日はちょっと趣向を、うん、凝らしておりますので、はい、ちょっとだけ準備に時間もらえますかね、うんうん、はい、何ドキドキするみたいなひょっとしてなんかあれ恥ずかしいビデオとか出すんじゃないか恥ずかしい昨日のあのロンハーのようにあなんかちょっとねはい、せっかくだから、いや、大したものは送れないですけど、はい、あん中に実はライフル、ライフルがあるゴルゴ生ゴルゴ、今日はカズデルさんも来てくれてるんで、カズデルさんにちょっと手伝ってもらって、はい、あれ、はい、歌を1曲、あ、おーええすごい、なんかどこ行ったんですか、こっちがいいの、ここで入るかな、映る、ずれましょうか、ずれようか、うん、ずれましょうか、じゃあ、勝根さんこっちの方がいい、あ、こっち、もうちょっとじゃあ、椅子を座れる、大丈夫、いけます、細いから大丈夫です、うん、そうですね、今日誕生日のヨーロッパさんに捧げる歌は、大好きだというこの歌にしようかと、はい、ね、いうことでね、はい、じゃあ聴いてください、福田民生の息子という歌、うまくできるのかな、もう全然一回も合わせてない、合わせてませんから半人前が一丁前に部屋の隅っこずっと見てあがる、お飯も食わず生意気なやつだ、いじめっ子には言って
てやれにゃそればっかりはやってられないよ。君たちも大人になりな。それだけ言えたらもうバッチリ男。俺なんかよりずっといけるべっぴんさんにきっと惚れられる。もうそれだけは気合い入れてやりな。お腹が空いたらすぐ忘れるくせに。ほら君の手はこの地球の宝物だ。まだ誰も届かない明日。相当久しぶりにギター弾いた俺。いただいてもうすごいですね。ねどうよ。こうふっとしてガスさんこのために来てくれたの。そう。うわあ。星のインパル大感激。大感激ですよ。ね、もう本当ありがとうございます。うん、いやどうもどうもありがとうございます本当に。おめでとうございます。ありがとうございます。いやもうありがとうございます。よかった。言われたことないんでどういうリアクションしたらいいかも全然わからんですけど、ちょっとギターのチューニングが狂っとった言わにゃええのに言わにゃええのにあのこの間もねすごいことあるんですよ。ええー、まだあるんですか。ゲロッパさんが車乗ってきてるでしょ、うん、ホイール変わってますからインパルにええよもう今時打ってない打ってない、うんいやありがとうございます本当にもすごいですね。いいねいいね生歌プレゼント生歌なんかプレゼントされたらほんま初めて初めてや俺なかなかないですよ ねなかなかないです。ありがとうございますそう今日見学に来られてるあの、はいね、彼はギタリストなんですよ。え、そうなんですか、うん、あこんばんはギタリストの、ね、ヘビメタ系ヘビメタな、はい、もう iPhone がだってバンヘイレンだったんですからね、はい、本当だもう見逃してないですか僕あの携帯用人棒って曲あの時々僕ツイートで流してるじゃないですか、うん、知ってます、うん、ビデオであの曲の
ギターを弾いてるのかな。おお、そうですか、はい、ぜひまたあの番組で見させてください。いやいや、本当よかった。あ、ありがとうございます。うん、もうね、これあの息子とねカラオケ行って歌って号泣したんですよ。書いてあったですね。今日は飲んでないからね。いや、ちょっと飲ましとったらよかった。息子目の前にせんとなかなかね。まあ、そうですね。そう。いや、今日はなんかね、あのいっぱいこう電話があってね、今日から一人暮らしなんですよ、マンション。なるほど。うんうん、で、洗濯機のホースが、うん、あの口に入るんやけど、うん、ブカブカなんやけど、これでええんかとか。なるほど。こすったらお気になるわ、ね、マジで。引っ越し屋さんに聞いてください。そんな感じです。いや、もう大感激ですね、うん、ありがとうございます。誕生日いいですね。いいですね。いやー、ピストやっとってよかった。うん、親父ばっかだけど。いや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 、もう親父ばっかのが楽しいですって。ね、あの皆さんもぜひピスト参加してください。もう楽しいですよ。そんなエンディング。はい、そんなエンディングで。次は小田ちゃびのコーヒー中毒。コーヒー中毒ね。いや、これもやらないか。うん、ぜひぜひね。はい。ということで、まあエンディングというか、まあエンディングというか終わりですかね。うん、はい、はい、エンディングはいつものようにレムさん、はい、うん、登場しないと終わらない。でも夢を追いかけて。そうそうそう、アイトンさんね、前回来ていただきましたね。そうそう、やっぱ生で聞いたらよかったですね。生で聞いたらよかったです ね、ま、すごい声だったね。ね、はい、うん、ね、うん、ということで、はい、まあ、レムさんも、はい、入るんですけど、うん、さあ、これ皆さんここにもう、はい、こちらに、うん、はい、皆さんどうぞ前の方に。ということで、まあ小田さん、まああのおかっぱ頭のあの頃にまた顔が戻ってますけど。ね、今日はなんかノスタルジックなあの感じも漂わせながら、バースデーも祝っていただいてありがとうございます。カズテルさんもね、はい、なんか、はい、何回目かですよね、スタジオは。スタジオ何回目かですね。ね、うん、4、5回目そうですね。まあ、アボルさん最近休みがちやし、もう変わったらいい。だって今日の夕方6時ぐらいに俺から連絡して来てよって、うん、なるほど。すいません、もう忙しいのに。7時半ぐらいに7時半ぐらいの、ね、もう年度代わりの忙しい時に。そりゃチューニングも狂いますよ。外に出しとったけど。やる前に合わせればよかった。そうそう、花火ですね。10日、4月の10日の、一応7時半ぐらいからね、うん、道後公園で開始しようと思います、うん、詳しい内容は、またツイートとですね、うん、あと、まあ、Facebook とかでも出してますので、うん、またご覧ください、うん、で、皆さん集まっていただいて楽しくね、やりたいと思ってますので、ぜひぜひ皆さんご参加いただきたいと思います。ヘルパさんが道後公園の池に落ちるんでしょう。そうですね、うん。まあ、あの、こういう加えてちゃんと出てきますから、ね、ホイール変えてきてくださいね。腰のインパルで、あのマッチみたいな赤み型で、出てきますからね。スニーカーブルース歌いながら。スニーカーブルースとか。アオルさん結構焦ってる。っていうか、まあまあ、まあもうええんじゃない、アオルさん。そりゃくしゃみ止まんないはずだよ。激痩せしとるしね、もうしばらくちょっと養生した方がいいかもね。ということですかね、はい、はい、そんなこんなで、そんなこんなでね、今日はもうあのこの辺でお別れですかね、はい、もうまだあからもうええ感じ、はい、もうそろそろですね。はい、ということで、まあ、あの今日はどうも皆さん見ていただいてありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。今日はどうもなんか大感激でした。ありがとうございました。来週もまた見てくれるかな。ぶっ届け元気フォー東北。イエーイ、誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。いや嬉しい。でも本当すみません、チューニングずれてる。いやいや、スタッフ交代制。
浜田さん来てよ来てよ、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。うずうずうず四国の反対側はね、お疲れ様でした。いいところを入れていただきました。今日はすみません、今日は謝ってますよ。謝ってますもう疑わない。見つめるだけでこんなにも温かい今日。